こんにちは、石島です。石橋文化センターに来ました。いつもお世話になっております。久留米市美術館で新しい企画展示があるたびにお邪魔しております。緑のリズム。石橋文化センターの顔とも言えるこの彫刻は清水隆さんの作品です。他にも北海道の立川市や長野県各地や東京の上野公園にも緑のリズムがあるそうな。みんなも探してみてね。この辺は花が綺麗でいいです。ちょうど生垣を四角く整えております。個性が出ますな。噴水が見えます。バラもいいですね。ペリカン三羽の噴水です。昔は敷地内にペリカンプールもあってみんな泳いでたらしい。いい噴水です。噴水でくつろぐ人もおります。市民の憩いの場ですね。こちら、久留米市美術館です。ブリヂストンの石橋正二郎さんが世の人々の楽しみと幸福のためにと常々言っており、久留米市の発展と近代的文化都市建設の一端に寄与せんことを念願して建設されました。本日は小原茂春さんの展示です。その空は透明に過ぎて呼吸することを拒絶する。行ってみましょう。堪能しました。私も筑後川に神を見に行ってきました。